メンヘラヘラ診断ということで、今回はメンヘラ診断をしていきたいと思います。やっていこう。すべてのメンヘラに捧げるメンヘラヘラ度診断。噛んじゃうね、これね。メンヘラって言いにくいよね。とりあえずさ、まず一番上からやっていこうか。あ、速攻なんだね。どういうファッションが好き？いや、1と4。まあ、左上が1、右下が4として、1と4はないな。髪の毛が長くて、明るめの色とかだったら、あれなんだよ、3番なんだよ。だけど今短いから、私は2かな。はい。恋人にするなら、いやー、1も2も3も4も大してタイプじゃないんだけど。顔面でさ、別に好きにならないのよね。いや、だけどね、性格がね、可愛い人が好きなんですよ。なので、どっちかって言ったら4番なのかな。なんか、よく、なんか、子犬っぽい人、好きっぽいよねって言われるから、これにしとこう。あなたのスマホは、割れてないし、じゃらじゃらつけてないし、デコデコしてない、これです。あなたの手首は？あ、なるほどね。傷がついてるかついてないかってこと？全然ついてない。めちゃめちゃ綺麗。ロックスタイル。あなたの SNS アイコンは、いやー、SNS アイコンねー、これ、YouTube アイコン全部使ってるんだけど、正直ね、あれ自撮りしたのもさ、ほぼ初めてなんだよね。いや、友達に自撮りがめっちゃうまい子がいるから、その子にさ、どうしようかなって自撮り、私できないんだけどって、なんでもいいよそんなんって言われて、あれにしたんだよね。どれが一番近いかな？絶対2ではないのよ。でもさ、口隠してるから一番的な感じかな。猫じゃないけど、マスクで隠してるけど、1にしておこう。マスクでね、口隠してるっていうね。お、どんな趣味があるの？いや、これはゲーム一択で、あ、待って、カラオケもあったな、今。なんだ？クローズ。いやー、でもゲームでしょ。音楽は何を聴くの？1番目が、これなんだろうね。2番目が、なんだろうな。3番は演歌。4番はアイドルってことか？ 1 番ビジュアル系かな？ 2 番目は K-POP ってこと？全然聞かないんだけど。ゲームの音楽しか聞いてないんですけどな。どうしましょうね。いや、でも、一番多分この中で知ってるのは、でもアイドルの曲って結構耳に入ってくるもんね。迷うけれども、一番どれが歌えるかって言ったら、まあ昔の職業柄これかな。じゃあ次、友達いるの？いますけど。私ね、どっちかっていうとね、いないわけではないのよね。地球が友達みたいなのいるけど、3番からこんなゲーム。適当に線を引いて。あ、これね、楽しそう。なるほどね。こういうのやりたい。理想の体型は、男性はどうなんだろうね。好きな、おっぱい好きっていう人もいるし、いや、そこまでおっぱいに興味ないって人もいるからな。私の理想の体型でしょ？私的にはね、大きすぎても邪魔なんで、2かな。2が一番な気がするな。ご飯はよく食べる？はい。食べません。いや、食べたとしてもこんだけかな。あんま白米より麺がいいんだよな。ストレスはどうやって発散している？お買い物。あとは、SNS？ あとは、モンドぶっ壊す。あと、カラオケ。ああ、どうだろうな。1か4だな。いや、どっちかって言ったらでも1か。よし、何色が好き？これは赤でしょ。こんなゲーム、適当に。もう一回やりたいのよ、これ。じゃあ次、自分の性格は、ダラダラして、で、もしくは一人でぬいぐるみ抱いて、もしくは勉強して、もしくははっちゃけウェーイってか。どうだろうな。性格的に一番じゃないかな。どうだろう。皆さんから見た私はどんな風に見えてるでしょうか？実際こんなもんですよ。だろうなって思う人もきっといると思う。仕事、あ、そこ聞く？1234。どうでしょうね。これ、ガチガチなやついくと、これだよ、1番でしょうね。今付き合っている人は、何これ、付き合ってる人いるいないって聞かれてんの？何チューとかしちゃったりとか、おじさまと付き合ったりとか、なるほどね。そういうのが好き。うるせえな。これだよ。初めての人とのデートは、カフェ、ホテル、カラオケ、公園。覚えてないけどね。カラオケかな多分。おー、あなたは彼を落とせる？落としちゃう？ 100C の恋プラスだって。ちょっと、タイプじゃないからごめん。一番大切なものは、お金、彼氏、自分、ペット。自分っていうかこれお金がいいかな。自分とお金迷ったけどね。無人島に持っていくならこれは非一択かな。初対面でどこを見る？これに関しては、服装は別に最悪自分で変えられるんですよ。それ、どこ向いてんだ3番目。そこを見たところでさ、脱いでみなきゃわかんないし。まあ、でもね、足元もね、大事なんだけど顔じゃない？よく見る夢は、落ちてく夢、大金持ちの夢、追われる夢、飛ぶ夢、追われる夢です。あなたのメールの、あー、出るの早いね。41%。あ、でも半分切ってんのか。あなたのメンヘラ度は 41% です。少しメンヘラ気質があるようです。あなた自身もうすうす気づいているかもしれませんし、周りの方々はうすうす気づいている可能性が高いです。ただ安心してください。これくらいのメンヘラは愛嬌可愛らしいくらいのレベルなので、逆にメンヘラを活かして世渡り上手に人生を生き抜いていけるかもしれません。あなたくらいのメンヘラ度くらいが実は一番可愛がられたり、ちやほやされたりするんです。自負してる。いい意味でメンヘラを活かして楽しく生きていきましょう。次行ってみるか。メンヘラにも色々います。メンヘラタイプ診断。お、タイプ別。好きな人ができたら？これは、1、2、3、4。いや、どうだろうな。周りから見たら私はツンデレに見えるらしいんですよ。だからツンデレかな。友達になるなら。正直4番が好き。はい。何色？これは赤色。ないと落ち着かないものは？いやー、スマホか財布だなぁ。薬はアレルギー薬だけど、アレルゲンがいなくなれば別にいらないし、カッターも使わないな、ほぼ。ってことで、スマホか財布だけど、まあ、ワンチャン財布あればスマホ買えるし財布だな。SNS に投稿するのは？いや、これさ、一つ言っていい？全然どれも出さないっていう。強いて言うなら3番じゃない？あ、でも待てよ。これ、あ、違うわ。ちゃんとコミュニティで、写真載っけたりしてるからね。前までは。今付き合ってるうるせえな。さっきもやったよ。好きなお菓子は？チョコ、シュークリーム、ケーキ。ケーキかな？まあ、言うて食べないけどね、そんな頻繁に。天下統一恋の乱。初対面は顔だって言ったし、別れ話をされたらどうする？新しい質問だね。泣きすがるってことかな。あと、怒る？ああ、これは完璧にこれ3番メンヘラでしょ。4番何も言わずに去るとか、私これです。別れようって言われたら、分かった、別れようって言って、別れる。どんな趣味？これはゲームです。よく見る夢は追われてる。おお！なんだこれ？これ動かして。おお！透け取る！あ、なるほどね。こうやって、あ、心臓ドクドク。ああ、顔的に、あるね。こっちさ、ああ、面白い面白い。こっち探していく系ね。やったー。人を殺してしまった死体はどこに隠す？ああ、ベッド、お風呂、クローゼット、冷蔵庫。まあ、そもそもさ、冷蔵庫だろうな。殺してしまった場合は、腐るから。好きな映画のジャンル。ホラー、ラブロマンス、アクション、コメディー。いやー、ホラーとアクション迷うけど、ホラーだな。自分に都合が悪いことがあると、あ、一番目は話をそらすってこと？ね、何も聞かなかったふりする。全然聞こえないっつって。好きな季節は春、夏、秋、冬。春です。納豆、靴下。どういうこと？ご飯と一緒に食べるのが好き。あ、なるほどね。何の話してんのみたいな。ああ、面白そう。友達がいればね。子供の頃の夢は、ああ、お嫁さん、ケーキ屋さん、まあ、ビジネスマンっていうか、バリバリ働くキャリアウーマン、もしくはアイドルってことか。いやー、お嫁さんになりたかったなーとか、ケーキ屋さんになりたかったなーとかって結構思うんですけど、ちっちゃい頃はこの2択だったかな。子供の頃の夢。でもケーキ屋さんだったかな。早々にお嫁さんって言わなくなったよね。あなたの手首は何もないんですよ。あなたのスマホは綺麗なんですよ。遊園地で乗るなら、いやー、これに関してはですね、苦手なんですよ。ジェットコースター系。マジで泣く。あ、質問数19だ。でも乗るなら観覧車かな。可愛い子産みなさい。生まれてきたからみんな可愛い。写真を撮るときどこを隠す？いや、これもちろん口でしょ。だってマスクしてるからね。別にしなくてもよかったんだけどさ。まあ、あなたのメンヘラタイプ見ていきましょう。かまって型。あ、当たってるかもしれない。あなたはかまって型のメンヘラですね。このタイプのメンヘラは非常に多く、俗に言うファッションメンヘラに非常に近い存在です。例えば、あまり深くはカットせず見せるためだけのリスカを行ったりしてはいませんか？いや、してません。かまって型は自分を見てほしい、ちやほやしてほしいという願望が非常に強いタイプが多く、周りの人を疲弊させてしまいがちです。噛んじゃった。中途半端な存在なので、大事な時には相手にしてもらえず、年来を重ねていくと、より悲惨な運命が待っています。メンヘラを極めるか、卒業するかのどちらかがあなたの幸せへの第一歩でしょう。まあこれ、かまって型っていうのは合ってるから、自分が暇な時はかまってほしいっていうタイプなんでね。いや、これは私は卒業しないよ。まだまだみんなにかまってもらう。ということで、今回は2つの診断をしてきました。メンヘラ度と、あとメンヘラタイプの診断。まあ結局ね、私はメンヘラだったんですが、皆さんこれからも仲良くしてくれると嬉しいです。ということで、気になる方は、まあアプリダウンロードしてね、自分でもメンヘラ度診断やってみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。